皆さんこんにちは、鈴鹿です。今日の動画は平成30年7月豪雨災害についての動画となります。皆様も日々ニュース等で目にされていると思うんですが、大雨災害により西日本を中心として大きな被害が出ています。少し前の地震と豪雨と立て続けに自然災害があったわけなんですけれども、日本赤十字社さんが今やっておられます平成30年7月豪雨災害義援金というものについて、皆様に私から発信していきたいなというふうに思うんですけれども、広島岡山でまだ身元がわからない状態になっている方とか、どう復旧していったらいいのかわからないという状況を、まあ、SNS とかインターネット等で目にしたり、まあ、新聞とかニュース等で目にして、ニュースの映像を見てもあれが全てではないと思うんですよ。まだ全然映しきれていない部分っていうのはたくさんあると思うし、むしろ私たちに伝わっている部分なんかほんの一部だと思うんですけれども、同じ日本に住んでおられる方がああいう状態になっているのに、日々今までと同じようにごく平凡に過ごしている自分、なんかこう憤りを感じた部分があったので、今の私にできる最大限のことっていうのは何かなっていうふうに考えた時に、この日本赤十字社さんが今やっておられる義援金というのにたどり着いたんですね。義援金というもの自体私自身したことがなくて、なんかこうすごい大きいことっていう風なイメージだったんですけど、全然そんなことなくて、私なんかでもできたことなので、ぜひ皆様に義援金の寄付をお願いしたいなと思います。先日私とお父さんで郵便局の方に行って、1人1000円ずつ義援金の方を納めてきました。今の自分が無理なく出せる範囲での額でいいと思います。一弱小 YouTuber でも、まあ、YouTube をやっていて、チャンネル登録者の方が2700人おられますので、この動画を出すことによって何か伝わって、2700人の方が1人100円でも義援金をしていただけたら、1人でも被災されている方が救われるかなと思って発信しなあかんなっていうふうに思いました。この義援金というのも名前だけ聞くとすごく堅苦しくて難しくて大きなことかなっていうふうに思うんですけれども、私自身が郵便局に行って約5分で終わりました。皆様も家の近くとか職場の近くに郵便局あると思うんですけれども、長方形横長の紙に自分自身の名前や住所、寄付する金額等を書くだけで終了ですので、ものの5分で終わります。義援金のですね、受付期間なんですけれども、平成30年12月31日月曜日までがこの義援金の受付期間となっております。広島の方や岡山の方がもし見ておられたら、本当に諦めずに頑張ってほしいなっていうふうに思います。ある程度の時間っていうのは必要になってくると思うんですけど、日々日常を過ごせている私からできることは、そういう義援金を寄付したりとか、広島岡山の方に元気を与えることかなっていうふうに思うので、本当に復興を願ってますので、諦めずに無理せずに頑張っていただきたいなと思います。この動画を見て一人でも多くの方の背中を押して、多くの義援金が集まって一人でも多くの方を助けられたらいいなというふうに思って、今日はこのような動画を撮った次第であります。下の概要欄に日本赤十字社さんの平成30年7月豪雨災害義援金についての URL を貼っておりますので、ぜひ見ていただきたいなと思います。お亡くなりになられた方々のご冥福をお祈りするとともに、被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。これ以上二次災害と広がらないよう心より願っています。最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。
you